干拓前の状態水門の建設排水水門の閉鎖干拓後干拓とは、遠浅の海や干潟、水深の浅い故障やその浅瀬を仕切り、その場の水を抜き取ったり干上がらせるなどして陸地にすること。主に農地として開拓するときに用いられる。干拓された土地を干拓地と呼ぶ。水域に土砂や廃棄物等を投入して土地を造成する埋め立てとは異なる。 方法として、まず、観客堤防で水域を仕切り、堤防の随所に水門を設ける。その上で動力によって強制的に、仕切り内の水を排水し、干上がらせる。または、海の場合、潮の干満を利用する方法も取られる。干潮時に水門を開き海水を排し、満潮時には水門を閉じて干上がらせる。こうしてできた土地は、海面よりも低くなることが多く。 塩分を含んだ土地であるため、農地化する際には、塩分とともに水を排水する設備を作る必要がある。また地盤も軟弱であるため、宅地としては好ましくない。干拓される対象となる水域の大抵はすでに生態系が形成されている箇所である。そこを陸地化させてしまうことは、もともとあった生態系を破壊してしまうことであり。 しばしば自然破壊の一つとして問題視されるのである。特に、イいハはアン観拓事業のような大規模事業の場合、その影響が観拓地だけでなく、周辺の水域にも及ぶことがある。オランダの歴史は、俗に、世界は、神が作ったが、オランダは、オランダ人が作ったと言われるように観拓地と切り離せない。オランダでは、 海岸沿いに広がる湿地や霊炭地や干潟を埋め立てて土地を広げてきた歴史がある。オランダ最古の堤防はローマ帝国時代に遡り、初期の干拓は11世紀から13世紀の間に始まった。海や湖を引上げる近代的な干拓の始まりは1612年のベームスター干拓地であった。以来オランダでは堤防に囲まれ風車、排水路、水門で、 雨水や地下水を排水する干拓地が広がった。また水管理委員会の長として干拓地の周りの堤防を維持管理するディーツグラフの役職が置かれた。この職は土地の存続や住民の生死に関わるものだったため堤防維持のために人々を挑発する強力な権限があった。もっとも堤防の保全という作業は あらゆる階層の干拓地住民の協力が不可欠なため、オランダには階層を超えた協力や話し合いを重視する気風が生まれた。労使協調やワークシェアリングなどを特徴とするオランダ独特の政治、経済システムもポルダーモデルの名で呼ばれる。オランダの干拓手法はヨーロッパ、さらに世界各地にも影響を与えた。日本の干拓も明治以降は オランダの強い影響を受けている。有ア明ア海の石積み干拓堤防ここでは日本で最も規模が大きい有ア明ア海の干拓を例にとる。有ア明ア海沿岸での干拓は室町時代頃に始まったと考えられている。低質比型である有ア明ア海ワンオーブでは泥の堆積により年間平均10メートル程度の自然陸化が継続するが、ひとたび陸化して干上がった地域には、 泥が堆積しないため低地が広がり、洪水や高潮に弱く、低湿度に顕著な厚密沈下により逆に沈下していくこと、また日形の方も台風の波浪や高潮などによって堆積した泥が簡単に流されていってしまうという特徴があった。そのため、陸化を促進する目的とともに陸化した地域を水害から守る目的などで干拓が行われるようになった。具体的には、 沿岸の干潟に松の丸太を間隔を空けて打ち込んでその間に竹や藁などを敷き詰めて、鱗状に干潟を囲い込んで海水の出入り口を狭くし、泥の堆積を数年間促進させる。堆積が進んだら干潮時を狙って土井を築き締め切る。この方式を芝絡みといい、干拓堤防は松の丸太を基礎としたものが多かったことから松土井と呼ばれた。 江戸時代の前までは規模の小さい過去と呼ばれる観択が多かったが、江戸時代に入ると本格的な同意を築くような組織的な観択が主流となり、半主導の事業や村受けと呼ばれるのを一体で取り組む事業が行われたが、観択できる地域が限られ大きな労力を必要とするようになってきたため次第に下火となった。江戸時代以降の観択地は、絡み、回と呼ばれ、 現在の地名にも残っている。明治に入ると資金力のある有力者が出資する、組合方式の干拓が始まり、再び活発となった。しかし、拡大が進むにつれて、水深の深い干潟を干拓せざるを得なくなり、資金のある尊営、県営、そして国営と規模を拡大していった。この頃には、岩を基礎とした堤防を作り、広範囲の干拓を干上がらせ、自然陸化を待たない。 オランダのような方式が主流となった。そして、堤防も堅牢化、コンクリート化が進み、大規模化していった。1957年に始まった、八郎型の干拓事業はその規模において、国内最大であった。1968年に、有明海の干拓がほぼすべて観光し、その後行われたのは、笠岡湾干拓と諫早湾干拓のみである。フレビポルダー。 970平方キロメートルの干拓、フレボラント州、オランダ北東ポルダー、595、43平方キロメートルの干拓、フレボラント州、オランダ八郎型、172.03平方キロメートルの干拓基礎先干拓地1975年、滋賀県大中古干拓地干拓工事中の諫早湾、有明海沿岸。 佐賀市の空中写真補助を整理はされているが、上空から見ると、艦託の痕跡が海へ向かって、同心円状に残っているのがわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。ありがとうございます。